エルマー・ライス・エルマー・ライスは、アメリカ合衆国の脚本家。1929年、街の風景で、ピューリッツァー賞技曲部門を受賞。ニューヨーク州ニューヨーク生まれ、本名エルマー・レオポルド・ライゼンスタイン。1912年、ニューヨーク法学校を優秀な成績で卒業し、彼は短期間法律関係の仕事をする。脚本を書き始め、最初の作品はメロドラマ風の、 裁判でフラッシュバックする映画の技法をアメリカの舞台で初めて使用した作品である。彼の最初の大きな機構は表現主義的な計算機で人の組織化の発達を封じし、機械の世代の帳簿がかりのミスターゼロのつまらない人生を描いている。次の作品は後にクルトバイルによるオペラの主題となる街の風景でその現実的なスラムでの生活を記録したもので。 ピューリッツァー賞議局部門を受賞。ザ・レフトバンクは、物質主義からの無力な逃避のため、アメリカからの国外移住を図る話。そして、カウンスラー・アット・ローは、ライスが経験した法律の現実的な面を描いた。1930年代の不況を描いた、B, ザピープル。陽動な国会裁判を描いた、ジャッジメント・デー、そして、矛盾するアメリカとソビエトを描いた、対話劇。 リトゥインツワールズを執筆。これらの失敗作の後、1937年に、脚本を書くためと脚本家用聖書の設立を手伝う、ためブロードウェイに戻る。彼の後の脚本のうち、最も成功したものは想像力に富んだ女の子が、実際に予想外のロマンスに遭遇する、ファンタジー、夢見る、乙女ドリームがある。次の作品は、ハムレットを主題にした。 現代の精神の再分析、旧方パッションで、ダイアナ・ウィンヤードが演じるガートルードのような役の、グレース・ニコルソンが出演。アメリカのドラマ、ザリビング・シアターや、自助伝、マイノリティ・レポートなどが論争の的となる。彼は、連邦劇場計画の初のニューヨーク事務所、長官であったが、ムッソリーニのエチオピアの侵入について書かれた、連邦劇場計画の、 リビングニュースペーパーの政府の検閲に抗議するため1936年辞任。1915年、ヘーゼル・レビと結婚、二人の子を設けるが1942年離婚。その後すぐに女優ベティフィールドと結婚、三人の子を設けた後、1956年に離婚。1994年の映画、ミセス・パーカー、ジャズ・エイジの花では、 ジョン・ファブローが演じた。ありがとうございます。